大変長らくお待たせいたしました。品川エコフェスティバル2016がお届けいたします。ウルトラマン太郎ランマ先生ウルトラエコサイエンス始まります。40数年前、故郷の星をなくしたマグマ星人は地球を新しい故郷にしようと侵略を試みた。環境破壊に病んでいる地球をマグマ星人の科学力で生まれ変わらせようとするかのごとく。ウルトラマン太郎、この星は重い病気を患っているんだ。文化が発達し空気も汚れ、そのうちこの星は死んでしまう。たとえそうだとしても私たちが手を貸すことはできないんだ。この星が死んでもいいのか、なくなってしまってもいいっていうのか。ならばこの星をマグマの科学力で再生してみせる。マグマ星人、我々はこの星のものではない。自分たちの星は自分たちの力で何とかしなければいけないんだ。この星を苦しめたのはこの星の人たちなのだから。お前はこの星を見捨てるということか。マグマ星人、大丈夫だ。この星にも希望がある。彼がこの星の運命を変えてくれる。彼と行こう。我々はこの星の子供たちの未来を見守っていこう。が好きなのね。実は本当に拍手はみんなも太郎も元気にします。なので始まる前にちょっとだけこのコマを使ったジャグリングをします。はい、これジャイロ効果と言いますが、これコマ回転数を上げると驚く動きをします。みんな驚いたら拍手ないぞ。あ、どうなるのか。ではいきます。3、2、1、 GO。 わー、中途半端なのすごい良かった。みんなももっとおーって言いながら拍手もらっていいですか。もう一回いきますよ。エレベーターみたいな動きするからみんなおーって言いながら拍手するんだぞ。じゃあいきますよ。いい拍手でいきましょうね。3、2、1、 GO。 いい感じ。 でね、あやとりってあれね、やったことありますか。あれ指先を使うから算数が得意になると言われています。今日ね、これで、あやとりで橋を作ります。いくよ先生。横浜に住んでるので大きな橋を作ります。横浜ベイブリッチ橋ですよね。手を下げると戻ります。あとですね、車みんな今日運転する人いますが、エコカーはですね、実はこれモーターだとするとアクセルを踏むとね、これエンジンね、回転が弱いと動きません。でもね、これをとにかく速く1分間でだいたい120回転を超えるとびっくりする動きをします。いい、はい、これはジャイロ効果がすごいの、見てて。では参ります。3、2、1、 GO。 わー、すごい。拍手まだですか。そして掃除機、ちょっと説明省きますけど、モーターはこんな風にしてホコリを吸います。見てて。確かに激しく分かりにくいと思いますけど足に比べて腕短いでしょ。3倍難しいのに見てる人には分からないのね。これ1回だけ、1回でまずは早めの拍手な。じゃあさっきも言いました、20歳以上の人拍手が遅いです。じゃあいきますよ。ではいきます。3、2、1、 GO。 いい感じです。ではじゃあ連続でいくよ。そしてこれで、これが最後だな。3、2、1、 GO。 そして少しだけ、よいしょ、ありがとう。じゃあ早速です。
ここからが本番です。今日 M78 星雲から素敵な先生、誰か分かります？そう、先生そこでさっきリサイクルショップで30円で買いました。本当です。じゃあ早速だけど、太郎を呼びたいと思うから、みんな練習で1回目太郎って、いくよ。ウルトラマン太郎長いから今回太郎にしようね。じゃあ1回練習で太郎でいきますよ。せーの、いい感じ。でもお姉さん、はい、大きなお友達あまり口が動いてません。そうですね、20歳以上の方がちょっと小さいようですね。じゃあもう本番です。では太郎をお呼びしたいと思います。じゃあ全員でいきます。いくぞ、せーの。みんなこんにちは。今日は私とランマ先生とで楽しくエコロジーと科学について学んでいこう。そう、太郎は普段は宇宙警備隊として全宇宙の平和を守ってくれています、はい、今日はね、ランマ先生とみんなと一緒にエコに優しいエネルギー、これグリーンエネルギーを貯める実験をしたいと思います。これをですね、この会場をグリーンエネルギーでいっぱいにしたいと思うので、まず最初にやるエコな実験はこれです。このお水何色だと思う？茶色だよね。先生実はこれ20年前本当の話なんですけど、青年海外協力隊の私でですね、国際 NGO でインドネシアにですね、海に木を植えてました。3000本の木を植えたの。植えた木はどうなったと思う？全部枯れました。原因は向こうの方が油やゴミを捨てるから、水が汚いとね、木って枯れるのね。それがショックで今はですね、先生日本や海外でこういうエコな話をしています。特に水を大事にしてもらいたいんですけど、これ見てて、太郎お願いします。さあどうなるんでしょうか。お願いします。あ、お拍手もらっていいですか。これくらい綺麗にするにはね、大体みんな何リットルくらい水が必要だと思う？40リットル。もっと上げて。80。もっと上げて。20。下がってますね。上げて。正解です。200リットル。お風呂ぐらいの量がないと汚れた水はきれいになりません。みんな水道からお水を飲んでもお腹は壊さないよね。逆に海の水って口に含んだことある？どんなにした？しょっぱいでしょ。あれいっぱい飲むとお腹壊すからね。この品川のお水も必ず淡水といってきれいになってます。じゃあみんなに質問。地球上のお水が100だとすると、これ飲める淡水って何パーセントだと思う？10%。 もっと低いの。正解。 1% 以下だからお水を大事にしてって話をよくしてます。じゃあね、せっかくだから茶色のお水が透明になる秘密、これ実はこれサイエンスマジックなのね。知りたい人は拍手をもらってもいい。拍手。これ家でもできます。よかったらやってみて。まずペットボトルにお水を入れてください。これ普通の水道水で大丈夫です。あとね、薬局に売ってる2つの薬で簡単にできます。まず1つ目の薬、これ何薬か分かる？イソジンね、この前大阪で話したらね、みんなこれ見て醤油って言ってたよ。そうこれイソジンが有名ですよね。イソジンを入れます。そう、これ茶色になったでしょ。これ要素という成分が入っています。あとね、キャップの蓋、これ白い粉つけたのね、見にくいかもしれない。これね、薬局で100円か200円で売ってます。じゃん、ビタミン C のサプリメントね。これ粉にして入れます。で、これやってみたい人いますか、一緒に？はぁー、すいません、本当に一番早かったのお兄ちゃんなの。青い T シャツのお兄ちゃん登ってきて、いいよ。はい、じゃあ足元気をつけてくださいね。じゃあ階段上がりましょう。ちょっとすごいレアだから写真撮っていいからね。はい、足元気をつけてて。じゃあ、タロの横にイソジンとビタミン C のこんなね、片っぽを入れます。じゃあ、蓋をするから、じゃあせっかくだからタロと一緒に振ってみるか。では、お願いします。これ酸化還元の法則、ビタミン C で肌をきれいにしたり汚れたものを殺菌する力があります。これね、じゃあカズ君にもせっかくだプレゼントをしたいと思うんだけど、みんなさ、真っ赤な赤トンボって見たことある？あれ、ランマ先生の友達がね、ビタミン C を1週間赤トンボに飲ませたのね。そしたら面白いことが起きたって教えてもらったから、ちょっとやってみるね。
失礼しました。実はですね、これ人間にも同じことが起きてます。大体ビタミン C 飲むと2日ぐらいするとね、目がキラキラ輝きます。で4日ぐらいすると羽の点々が薄まってきて、大体7日、1週間ぐらいすると体中がこんな白やピンク色の赤トンボになることがあるそうです。じゃあこちらを数々にちょっとダンプタラをプレゼントしたいと思います。大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。足元気をつけてください、ね、そうそう、これね2日分なんかよかったら、みんなできるからよかったらね、お家でもやってみてください。あれ今運営の時に止まったのに減ってきた。これはどうやらこの会場にグリーンエネルギーを弱めるマイナスの力が働いているようだ。ランマ先生、はい、私はマイナスエネルギーの原因を調べてくる。その間会場のみんなの力でグリーンエネルギーを取り戻してくれ。わかりました太郎、気をつけてください。お願いします。お願いします。じゃあね、せっかくだからみんなと一緒にこれ会場にね、このグリーンエネルギーを貯める実験をしてみたいと思うのね。これも1名誰かお手伝いやってみたい人いますか。 ありがとう。この前千葉県でやったんです。リアルに誰も手挙げなかったのね。ちょっと待って、ボーターして決めるね。ちょっと宮瀬を探すな。みんな元気に書いてるわけで、気づかれてますよ、ね、あのね、私基本的に本当に一番後ろから前まで全部見てるのね。この状態一番早くできます。いくよ、この状態して下げてもらっていい。いくよ、やってみたい人手挙げて。本当に早かったのが僅差だけど、お姉ちゃんなの。いいですか、ゆっくりでいいから。あ、階段少し高くなってます。ステージの上に気をつけてください。登ってもらってもいいですか、はい、ゆっくりで大丈夫ですよ。じゃあ真ん中の方に出してください。じゃあね、あ、ごめん、ちょっとせっかくならこの少し背が低いからこれ乗ってもらおうかな。大丈夫、大丈夫かな、ちょっと高くなるんですか。じゃあいいかな、じゃあいいかな。申し訳ございません、位置をこっちに変えてもいいですか。できます。網はですね、100円均一でしたら小麦粉のふるいで大丈夫です。あとこれ平らであればいいけど、ない場合は手をまっすぐにして、それでもできるよ。あとコップとお水は普通の水道水。今日みんなが見やすいようにね、皮を汚しにくい食紅で色をつけました。じゃあゆっちゃんもみんな、先生赤い風船使います。じゃあゆっちゃんもみんな、赤い風船が空気を抜けるとどうなるか、これ2秒で終わります。皆さん瞬きしないでよく見ててください。いくよ、一瞬だぞ、本当に。いくぞ、3、2、1、 ゴー。拍手もらっていい、魔法使って魔法のせい変えました。じゃあさ、これを振りながらマイクに向かって大きな声でワン、ツー、スリーって言ってもらっていいか。一回練習しよう、せーの、ワン、ツー、スリー。ありがとう。当然皆さん網ですからこぼれます。お水を入れてね、網をかぶせて蓋をすんの。でこれを逆さにして、ゆっちゃんもう一度大きな声でお願いします。せーの、ワン、ツー、スリー。すごい発想、なんかアメリカ人みたいだね。これこぼれなかったらゆっちゃんの魔法の力、元気よく拍手をお願いします。いくね、あ、まだだよ、いかにいるか。3、2、1、今すごいね。でもこれだけで終わりじゃないよ。今度はね、なんと3倍大きなコップを使います。いくよ、ゆっちゃんもう一度大きな声でお願いします。せーの、ワン、ツー、スリー。今テンポが良くてすごい良かったよ。じゃあね、ゆっちゃんに聞くよ。ゆっちゃん、あなたは自分の魔法の力信じますか。はい、あ、よかった。よく信じないことが多いので、じゃあその言葉を信じてもらって降りてもらっていいですか。じゃあ皆さんの方向いてください。ゆうちゃん、姿勢を正して、はい、そして、はい、持ちて、じゃあいいっていうまで動いちゃダメだよ。じゃあみんなに質問、なんでランマ先生、よいしょ、ゆうちゃんに傘差してもらったと思う。あ、やべ、ゆうちゃん、今のやべ気のせいだからちゃんと前向いてて。いきます、これ皆さんの協力が必要です。先生がせーのと全員で3、2、1の掛け声をお願いします。じゃあいくぞ、せーの、3、2、1、ふっ
って言ったら始めるよ。ごめんなみんな。じゃあ大きな声が出るように姿勢を正し、こうすけ。じゃあ本番いきます。せーの、サンキュー。サンキュー。早く拍手。ありがとう。ちょ、風強いね。ちょ、ごめん、ゆっくりやるといい。風が強いから。これ幕になってるの分かりますか？ごめん、これ以上手が上がらないの。見える？ごめん、見えない子は想像してみてもらっていいか。ごめんな。これ科学ではね、こんな言葉があるけど、表面張力っていうけどね、ちょっとそれ難しいからもっと簡単に言います。ある力、ヒント1、今みんなの目の前にあるのね。ヒント2、パクーという名前がつきます。分かった人いますか？じゃあ分かった人、せーので答えてもらっていい？いくぞ、せーの。正解です。これ空気のね、こうやって知るとこんなちっちゃい空気が何万個も集まって2キロの水を支えています。これ大気圧とも言って、空気は力持ちだね。じゃあゆうちゃん、ちょこれ、しかも落としてみるね。これ地味なんですけど、上げた瞬間1秒だけ空気が上に行って落ちます。ちょっと濡れちゃうから、え、そうなんですか？嘘、ふざけました、ごめんね。いくよ、じゃあいきます。ちょっとごめんね、一瞬だからね。3、2、1、5。あ、よかった、見えてる。ごめんね、見にくかったよね。実はみんなエコって言葉知ってる？私にとってエコとは、物を大切にするって思いで皆さんにお伝えしたいなと思ってます。で、先生いろんなエコの本読んでるのね。そしたらこの前読んだ本、あと53年すると石油がなくなるって書いてある本がありました。そんな時な、注目されてる新しいエネルギーがこれなんだけど、ちょっと難しい質問していい？いくぞ。英語で緑のことなんていう？みんな下巻いててすごいいいよ。そうそうそう、これグリーンって言葉を覚えて、やっぱり家でもできます。ペットボトルを2本で、1本でもいいです。いっぱい入れてこうやって 3,4 回回してもらっていいですか？ちょっと待って待って、手離します。何回ってる？なんか竜巻みたいな。そう、竜巻ね。竜巻ってすごい力があってね、この下の部分に磁石とコイルをつけて回すと電気が作れます。これをね、水力発電といって、今日本の電気の約 8% はこの水力発電でできています。あとここに回ってる風力の模型の電源はランマ先生が家でつけました。太陽、これわかる？ソーラーパネルね。ソーラーパネルの燃料電池でこれ回してます。これ太陽、これビューンって、これわかる？風力発電、ジョボジョボ、お水、こういったね、皆さんの身の回りにあるエネルギーのことをグリーンって意味を込めて、グリーンエネルギー、もしくは再生可能エネルギーというので、今日はそのことを知ってほしくて、そう、ゆっちゃんにお手伝いしてもらったから、お礼に風船の動物をプレゼントします。特別に3つの動物の中から好きな動物を1つ選んでいくよ。1番ワンちゃん、2番ワンワン、3番犬。どれがいいかな？分かる、そうだよね、分かりにくいね。そうだ、みんな苦情言いすぎだ。分かる。1番でいい？ゆっちゃん助け、ごめんなさい。じゃあですね、せっかくです、ちょっと早く作ってみたいと思います。出来上がってきましたね。拍手。これね、土に埋めるとね、大体100日ぐらいで土に分解されやすい、環境に優しい天然の栗作ってます。これラテックスっていうんですね。日本でこういう商品あんまり売ってないのね。だから先生、これドイツから輸入してます。あとこのペットボトルはね、日本のウロン茶が入ってるんだけど、これへこんでるでしょ。これ先生本当にステージで100回使うようにしてるのね。なるべくステージって新品がいいなと思うんだけど、もう修理しながらエコなステージを目指していきたいとはちょっと思ってはいるもんね。じゃあこれ1、2の3とクッて吹いてもらっていい？1、2の3 OK。 尻尾に空気を入れました。これをプレゼントしたいと思うのと、これ何バッグっていうかみんなわかる？なんだっけ。そう、エコバッグ。実は先生いいね、太陽光蓄電池外にこんな大きいバケツを作ったのね。雨降るでしょ、あの雨水を溜めてね、トイレの水に使ったり、これを染めてます。これ雨水で染めたエコバッグ。この白衣も雨水と染料使って染めてんのね。これランマ先生、平日のオフにね、地味にこれ一人で手染めしてるから入れてもらっていいかな。あのね、本当の話なんですけど、実はね、これおばちゃんビニール袋使うとね、ビニールバッグ
やめてエコバッグ使うと、さっき説明した石油とかね、地球が熱くなる二酸化炭素っていうのがあるんだけど、これが少し減るのね。だからよかったら二酸化炭素、地球を熱くするっていう言葉ぐらい覚えてもらえたら嬉しいな、はい、じゃあね、おかげですごい楽しい時間になりました。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は仕事を気をつけてくださいね。グリーンエネルギーいっぱい溜まってきたのですごいありがとうね。じゃあちょっとね、太郎遅いので心配だからちょっと探してくるから、はい、じゃあお姉さんもみんなあとよろしくね。じゃあ後でお願いします。さあみんな、地球に優しいエネルギーがグリーンエネルギーって言うんだよね。それじゃあ反対に地球に悪いエネルギーはマイナスエネルギーって言うんだけど、それにしてもどうしてマイナスエネルギーはできてしまうのかしら。俺がマイナスエネルギーの原因だ。マグマ星人、あれ一体それって何ですか。それはこのまま捨ててあった、これも地球を汚す原因になる。君たちはどうしていけないのかわかるかい。みんな見て見て、このゴミの中、燃えるゴミと資源ゴミがなんか混ざってるみたいなんだけど、あ、資源ゴミも入ってるし、あ、ペットボトルも入ってるし、わー、ほらほら見て、ペットボトル一緒に入れちゃダメだよね。そう、燃えるゴミと資源ゴミって分けて捨てないといけないんだよね。そうだね、ゴミは分別して捨てないといけない。他にも君たちの身近にはたくさんのマイナスエネルギーがあるんだ、みんなが気をつけないとこの星はいつか死んでしまうかもしれないんだよ。マイナスエネルギーの原因が分かったようだな。マグマ星人が教えてくれました。他にも一体よ、クイズにしてみんなで考えてみよう。はい、それでは今度はウルトラマン太郎とマグマ星人と一緒に地球の環境のことクイズでみんなと一緒に学んでみたいと思います。今からお姉さんが地球の環境のクイズを出しますので、その答えが合ってるなと思ったら頭の上で丸を作ってください。ちょっと違うんじゃないかなって思ったら胸の前でバッテンを作ってくださいね。さあ、丸かバツか一緒に考えてみましょう。それでは早速いきますよ。地球環境クイズ第1問。おもちゃが壊れた時は直して使う方がいい、丸でしょうかバツでしょうか。分かったお友達、せーの、どうぞ。あ、すごい、丸のお友達がたくさんいるみたいだね。それじゃあこの正解は太郎に聞いてみるね。太郎、おもちゃが壊れた時は直して使う方がいいのかな、丸ですかバツですか。OK、丸です。大正解、お友達すごい、頑張った、みんなに拍手。素晴らしいですね。やっぱりね、おもちゃが壊れたからといってすぐ捨ててしまったらゴミを増やす原因にもなるし、物を大切にする心も育たなくなっちゃうよね。みんなすごい、丸大正解でした。さあ、地球環境クイズまだまだ続けていきますよ。早速いってみましょう。地球環境クイズ第2問。電気は一日中つけっぱなしの方がいい、丸でしょうかバツでしょうか。さあやってみるよ、せーの、どうぞ。あ、今度はバツをつけてるお友達がたくさんいるみたいだね。それじゃあこの答えはマグマ星人に聞いてみようかな。マグマ星人、電気は一日中つけっぱなしの方がいいのかな、丸ですかバツですか。バツです、お友達大正解、みんなに拍手。すごい、今日のお友達は地球のことをみんなよく考えてくれてるんだね。みんなよく知ってるね。
私たちが地球に大切にできることってたくさんあるんだね。もっと安心してくれ、うん、そのために今日は彼と約束したのだ、うん、人間であり人一倍エコの心を持っているランマ先生とね。あ、ランマ先生、マイナスエネルギーの原因が分かりましたよ。はい、さあ私たちは一体どんなことをしたらいいんですか。実は先生、本当に普段はね、環境省認定の環境カウンセラーで企業さんにアドバイスとかをしています。今日はね、みんなに向けて3つのお話をしました、用意しました。1番、エコバッグを使うぞ。さっきさ、エコバッグのお話したよね。2番、水を出しっぱなしにしないぞ。例えば歯磨くときさ、水出すでしょ、1分間そのままにすると水が12リットルも無駄になるのね。あと3番、さっきも話した電気を無駄に使わない。これ例えばエアコンの温度1度下げると1年間でね、1000円、みんなのお小遣いが得になるのね。この3つを守るだけで地球環境が守られます。じゃあ、マグマ星人も手伝ってもらって、今日このグリーンエネルギーをいっぱいにしたいと思うので、みんな全員でね、エコバッグを使うぞ。だ、全員で声出して、エコバッグを握ってあげてもらっていい？で、このグリーンエネルギーを太郎と一緒に食べましょう。じゃあ行くぞ、せーの、エコバッグを使うぞ。太郎大変です。また大きなお友達、全然口が動いてないんだけど、大変です。じゃあいくよ。2番はね、水を出しっぱなしにしないぞ。じゃあ全員でいきますよ、せーの、太郎大きなお友達最高です。祈りの会場バッチリです。じゃあ最後は全員で電気を無駄に使わないぞ。今日一番の大きな声でいきましょう。ではいきます、せーの、子供たち、君たちがこの星の未来の希望なんだ。君たちの元気な力で必ずこの星を救ってほしい。人間たちがこの星を思う気持ちは我々の想像以上に強く、そして優しい。その思いをつなぐことができれば、これからこの星はもっと美しくなる。私はそう信じている。ありがとう太郎、マグマ星人。今日はね、最後にエコな話を用意しました。これはですね、3人で作ったエコバッグね。これ何かわかる？牛乳パックをね、1本、2本、3本、4本、5本、6本入れて、2人のエネルギーと同時にみんなでリサイクル、リサイクルって2回言ってもらっていいかな。ではお願いします、せーの、リサイクル、リサイクル。エネルギーをもらうとトイレットペーパー1本に変わるのね。これ実はみんなのお家でもできるんだよ。牛乳パックあるでしょ、これ燃やすゴミの方じゃなくて紙ゴミの日に出すでしょ。そしたらね、実はおじさんが持ってくと牛乳パック6本がトイレットペーパー1本に変わって、またみんなで、ね、使われてるのね。だからよかったらゴミを分けたり、今みたいにリサイクルをしてもらえるとすごい嬉しいなと思います。あとね、向こうの方で後で実は握手会があります。でね、実はランマ先生と正直で握手してもね、みんな嬉しくないかなと思って、ちょっと子供たち全員に私が化学風船をプレゼントしたいと思うので、ね、用意、後で向こうでね、1円玉は後でね、もらった時に用意して、これランマ先生は化学風船、これあまり売ってないので、割れちゃったらね、白い風船にこれ中を赤くしてもらっていいですか。でせっかくだから、じゃあこれマグマ星人と太郎にも持ってもらって、ちょっとランマ先生まず見本見せますね。ごめん、もし見にくかった場合、ちゃんと握手会やちゃんともっと分かりやすい場所でやるからごめんね。ちょっと後ろの方見えなかったらすいません。これをちょっと折ります、振るだけです。いくよ、3、2、この子だ、僕の友達。見えますか、中のコインが回ってますね。誰も拍手してくれないですね。これかなり倍、こんな感じで、これ、ちょっと欲しいですか。ほら、よく見て、ほら、いいですか、これで。こんな感じで回るので、後で握手会でこれプレゼントしますので、よかったら、ごめん、通してもらっていいですか。
これを後でねプレゼント握手会の時にプレゼントしたいと思っています。では ありがとうございます。実はね太郎とマグマ星人とこの前みんな地震もあったでしょ。実はみんなでね実は向こうにいろんなとこ行ってこういったステージをしています。でこれ意味があるのね、丸い地球を回すと人間関係がまるで平和な気持ちになるよ。お正月おめでとうございますってやるので、今日はねマグマ精神もね気持ちを正しい気持ちを持ってくれたから一緒にこれを投げてもらって、私が乗った瞬間うわーって回そうと思うから、一回練習いいですか。すいません、いい感じです。ではお前行きましょう。じゃあ行くね、お願いします。いやそこ見て大丈夫、あごめんなさい、すいませんふざけちゃいました、ごめんなさい。今度本当に行きます。で乗った瞬間拍手ね。では本当これでおしまいだからね、行くよ。ではお願いします。3拍手、お願いします。はい、ありがとうございました。ウルトラマン太郎、ラマ先生、そしてマグマ星人、どうもありがとうございました。今日は会場いっぱいにグリーンエネルギーが集まりました。みんなグリーンエネルギーで元気をいっぱいにしてくださいね。そして地球のこと、これからも大切にしていきましょうね。みんな今日学んだように本当の意味で地球を守っていくのは君たち自身の強い気持ちなんだ。今日のことをいつまでも忘れずに君たちにできることから始めてみよう。地球の未来は君たちの手にかかっているんだ。ハロー、ありがとう。会場のみんなも今日は元気いっぱいに参加してくれてどうもありがとう。この後1時35分からウルトラマン太郎握手会を開催いたしますので、1時35分グランドステージの方にも皆さんぜひ遊びに来てくださいね。それではちょっぴり寂しいですが、握手会の時間まで太郎マグマ星人ランボ先生とは一度お別れになります。最後は元気いっぱいまたでの挨拶よろしくね。それ